師匠はメロンパンとチョコチップメロンパンはどっちが好きですか？俺はもうメロンパンに決まってるでしょ。回したよ。回した。じゃあ行きます。今一番欲しいものは何ですか？何でしょうね。あ、全自動洗濯機。じゃ次は全自動洗濯機だな。買うとしたら。全自動洗濯機は持ってない。持ってないです。送んなくて。結構高いよあれ。相当いい値段するぞあれ。自分で買います。座右の銘を教えてください。継続こそ力なり。初恋はいつでしたか？多分幼稚園じゃないかな。年中ぐらいだと思いますね。相手は？あ、同じクラスの子ですね。どんな子でした？いつも走り回ってるような明るい子でしたね。その後追いかけてましたね僕は。何をするわけでもなく。可愛いです。綺麗系可愛い系どっちの女性がタイプですか？綺麗系にもいろんなねあれがあるからな。可愛い系の方がいいんじゃない？明るい人がいいですよ。明るい人がいるね。うん。友達から恋愛に発展することはありますか？まあ人によるんだろうけどな。基本的にはないんじゃないかな。どうなんだろう。どういうふうに出会ったかによると思いますね。うまくいく人って多分早くに出会ってもう付き合ってんですよね。うん。同じブランドのポインターで昔から付き合いがあって、うん、試合会場とかで泣いてハグしてくれるの。アミバですか？カラオケで歌う曲は？あいみょんのマリーゴールドですね。っていうかまあ俺が聞きたいんだな。誰かに歌ってもらうとか。でも沖縄の夜に酔っ払ってめっちゃ歌ったっていう情報。マリコさんとね、スナックみたいな。あ、それマリコさんだ。ところに行ったんで、5、6人ぐらいで行って、2日続けて同じとこ行ったんですよね。で、2日ともまああいみょんとか歌ってましたね。あいみょんとモンパーチュ歌ってましたね。みんなで大合唱してましたね。秋田のおすすめスポットは？ガオじゃない？ガオ。小川っていうところにあるガオっていう水族館があるんですけど、そこは結構有名かもしれないですね。名所として一回も行ったことないけどね。仮にですが、斉藤さん、小木ちゃん、岡田さん、平君で2対2のグラップリングマッチがあるとします。誰とペアになりたいですか？小木ちゃん。ペアになるとしたらね。これどうしてる？なんかそっちの方が良くないですか？今岡田君は平君のセコンドでいてるのもあるし、見栄え的にいいのかなと思いますね。まあ、じゃんけんで決めてもいいけどね。ワンピースの好きなキャラクターを教えてください。また好きなエピソードはどこですか？今はゾロかロー、生きてる時はエース。好きなシーンは神木さんの動画でも話したんですけど、パンクハザード編のところですね。あそこが強烈に残ってるな。ワンピース初めの一歩、ゴールデンカムイ好きなのは存じておりますが、それ以外で好きな漫画はありますか？ナルト、ブリーチとか、ハンターハンター再開しますね。はい、天才ね。ハンターハンターマジで面白いからね。ジャンプ系のその世代のやつはもうほぼ見てましたね。はい。デスノートとか見てたしね。バガボンドも見てましたね。全巻持ってたからな、俺。続きみたいになってしまいますが、好きな漫画の自分の中のランキングはあります？じゃあ5位ぐらい。1位ワンピース、2位ナルト、3位ゴールデンカムイ、4位ハンターハンター、5位バカボンド。5位に食い込むジャンプ以外のものが。確かに。武道家としてはこうあるべきだみたいな姿が描かれてますね。超面白い。斎藤豊商店オリジナルのデザインを自分で考えることはありますか？何をものに作るかよりますよね。まあイメージはパッと浮かぶものありますけど、やっぱりプロの方たちのデザイン持ってきてもらうと、わーっていつも思うんで、そういう専門の人に任せた方がいいなと思いますね。イメージは伝えますよ。でなんか続きで質問なんですけど、はい、それを今後斉藤豊商店で販売することはありますか？自分のデザイン？多分そう、斉藤さんがもうデザインをしたものを、売ることはないんじゃない？いろんなこう人に見てもらって、やっぱりこうね、ちゃんとしたものとして売り出すものはちゃんとして出しますね。自分が記念品で持ってればいいやつは自分だけ持ってるかもしれないけど、売りに出すやつはちゃんとしたいなと思います。ラーメン丼以外の限定グッズは作る予定ありますか？そうね、いろいろサウナハットとかね、レンゲ箸とかの声も上がってたんで、それやったら面白いかなとは思ってますね。どんどんラーメン屋さんグッズ作る。気が付いたらラーメン屋さんになってるんだけど、バンダナ作ってのれん作ってみたいな。気づきました？嘘。以前、総合格闘技以外の方で好きな選手はってボクシングの京口選手の話をされていましたが、京口選手など違うジャンルファイターの方と今後コラボする機会はありますか？なんかという適切なタイミングというかね、があればいいなと思ってるぐらいかな。無理やりなんかどうしてもっていう感じではなくて、まあ、純粋にただこう応援したいというか、京口選手も大きい試合決まってるんで、今統一戦ですか。しかも埼玉でしょ。しかもあれ、そっちにこう集中してもらいたいですね、今はね。師匠はなんでタイに移住したいんですか？タイに住んだらなんか良さそうじゃないですか。気候とかもいい気がするし、あんまり不便なことはないんじゃないかなと思いますけどね。物価も日本より安いしね。まあ、ちょっと違ったなと思ったらまた帰ってくればいいだけで。そのパターンは永住するって話じゃないんで。脱毛興味ありますか？脱毛興味ありますね。今一番したいのは口ですね。ひげ。ひげなんですね、はい。体はどう？体はそんなでもないかな。とりあえずひげ剃る時間が面倒なんで。店長よりこれから世界の食料はピーマンとキュウリしかありません。食べますか？水を頑張って飲むかもしれませんね。だそうです。今恋愛はしていますか？恋愛はそんなにような恋愛はしてないですね。ときめくようなのは。ときめきますか？人による。魅力的な女性はいっぱいいますけどね。はい、こう発展することはないかな。今まで食べたラーメンで一番記憶に残っている店はどこですか？やっぱりエドモンドじゃない？強烈。二郎系は結構残ってますね。美味しかったですね。また何系のラーメンが好きですか？二郎系かつけ麺。最近は煮干しも好きですね。はい、あとチャッチャも好きですね。あと味噌も好きですね。あと家系も好きですね。はい。あとスパイスラーメンマジでうまかった。あれ美味しいの？マジでうまい。あれマジでうまい。あれ万力さんか大島さんかですよ、江戸川区は。今は休憩していたい気分と試合したい気分はどちらですか？まあ半々ぐらいかな。平本蓮選手はどう思ってますか？平本蓮君ですか、はい、頑張ってますよね。すごくなんかやっぱりこう話題に事欠かない選手だなと思います。はい、いい意味でもね、悪い意味でも。今まで戦ってきた中で一番打撃が重い選手は誰ですか？重いか、リオン武史選手かな。重いというか硬いというか、拳がでかいらしいですね。すごく KO 多いのは納得しましたね。バンドをやるとしたらどの楽器をやりたいですか？ドラムですね。その心は自分にできそうな気がするんで叩く。こっちはちょっと難しいかな。ドラムやられたことある？ありません。太鼓の達人ぐらい。あ、ドラムマニアは1回やったことあるかな。その程度ですよ。ご自身は5年後何してると思いますか？5年後は、まあ、ラーメン屋さんのオーナーやってるでしょうね。10年後何してると思いますか？10年後はまあそうですね、海外出店してるかもしれませんね。どこら辺に出店されたいんですか？東南アジアですね。格闘家に限らず人生の最終到達点として目標にしている人はいますか？こういう人みたいになって知りたいみたいな。ちなみに私は高田純次さんです。あんまりないですけどね。でももう年取った時の話でしょ。どうして60歳ぐらいで眠るようになくなりたいですよね。苦しまないで寝て目が覚まさないみたいなのが一番いいかなと。結構若い60。あんまりこう長生きしたいとは思わないですね。はい。20年ちょっと。そうですよ、盛り返してるんで、もう頑張らないといけないですよね。もう早くラーメン屋さん出さないと。以前いつかデスマッチプロレスで流血戦をしたいとおっしゃられてましたが、はい、その気持ちはまだありますか？ありますね。はい、そのための流血試合だと思ってるんで、今までは。はい、実際に血になれるっていうことがすごく大事だなと。大日本プロレスさんで、はい、やると思います。東南アジア移住したら何したいですか？毎日 Vlog 撮ります。東南アジアから日本へ動画を出します。ああいうのすげえ面白いなと思ってるんですよね。おはようございますって言って、あれ下地メジャーバンドのメンバーになれるとしたらどのバンドの何の楽器のメンバーとして入りたいですか？かっこミスチル以外。もうパッと今浮かんだのがある。ラルクアンシエルのギターズ、めちゃくちゃギターうまいよね。僕らは90年代ほらラルク・グレイ世代じゃないですか。イントロとか大サビに向かう前のなんかこういう感想の部分とかも「ハニー」とか「スノードロップ」とかもう一回聴いたら忘れられないもんね。そんぐらいなんか聴いてないか多分ね。世代が一緒だし絶対共感してくれると思う。シャムシェードですね。もう順調な感情は空回りですからルローニケンシーね。アイラブさ言えないでいるからね。どんな歌詞だよと思うよね。何がマイハートだよって今思うとね、ツッコミどころ満載ない。もし映画に出れるとしたらどの映画の何役で出たかったですか？ワンピース以外。自分が映画出るなんて思ってないもんな。俺でもね、オーシャンズ11あれやりたいね。なんか泥棒、チーム泥棒、一人一人みんなこうスペシャリストなんだよね、はい、で11人集まってやるみたいな。俺ブラッド・ピット役で出たいな。ワンピースの女性キャラで付き合うならどのキャラですか？難しいね。ビビとかがいいんじゃない？王女だけど、まあ人格だけを見たらビビがいいような気がする。波の便ないんじゃないんだ。波はちょっと強すぎるなあれ。ボアハンコックもちょっとね、癖が強いからな。初めの一歩で沢村が階級を上げずに沢村 VS 仙道があったらどうなっていたと思いますか？ボクシングやったら仙道が勝ちますね。喧嘩がやったら沢村が勝ちます。そのボクシングルールでの仙道の強さってちょっとね、彼にしか出せない強さがあるんだね。リングに上に上がって向かい合った時に感じる、相手が多分対峙して感じる。何でもありやったら、まあ、真柴戦見ても分かる通り沢村が強いですよね。斉藤選手と腕相撲やってみたいです。いつかできますか？俺めっちゃ腕相撲弱いんで多分勝てると思いますよ。俺全然ダメなの腕相撲、マジで本当全然ダメ。握手会、そうですね、握手会腕相撲大人とそっエイブレータースでやりますか？じゃあ矢野さんがいればもう何も怖くないから取り押さえてくれると思うからね。パーなのにべったり塩漬けしてくる練習相手への対策を教えてください。あれですね、逃げ方を覚えるしかないですね。うん、つけられる方が悪いですね。つけられる方が悪い、つけられる方が弱いってことです。これはちょっとあれですね、いろいろ耳が痛い人が多いと思うんですけど、まあでもみんなそうじゃないですか。アマチュア含めて、はい、みんなそうつけられる方が弱いです。まあ、そもそも強い人は下にならないですから。好きな筋肉は何ですか？大胸筋。でも胸がしっかりしてる人ってがっちり見えますね。なんか、うん、胸が薄いとこうなんかちょっとこう細く見えるというか、もりっとなってる。うん、なんかおって思っちゃう。これただもんじゃねえかなみたいな。格闘技にはあんま使わないですけどね、胸は。はい、見た目の問題です。次のRIZINのカード、斉藤さんが好きに決めていいよって言われたらどんなカードを組みますか？メインですか？メイン。メインいつの大会ですか？大晦日ですか？普通のナンバーシリーズ？大晦日にしましょう。大晦日のメインですか？RIZINチャンピオン VS ベラトルチャンピオン、どっかの階級メインで組みたいですね。どの階級かはちょっといろんな兼ね合いを見ながら、はい、一番こう良さそうな階級。はい、まあ、第1試合ですね。はい、僕見てましたけど、会場で。はい、見てましたよ。あの時、天津堀口の時だったんですよね。はい、台風があって、ちょっとこう、はい、あれ、ちょっとぐちゃぐちゃになって、第1試合になったんですけど、だから第1試合がすごい盛り上がりでしたよ。なんていうんですかね、初めて俺、会場で、試合終了で、ガーって笑い声が見えた試合。面白いの、こう、終わった後、2人ともなんか、ゼーハーゼーハーって血だらけになって、カンカンカン、ブワーっていうアップで顔を抜かれてたのを見て、みんな、うわーって笑って、あ、これも格闘技だなと思いました。RIZINの1日代表になったら何かやりたいことありますか？あ、自分が CEO ですか？はい。あ、でも1日でしょ？一つなすべきことなせると言ったら、効力発揮されますね。RIZIN全関係者、全ファイター集めて、大宴会ですかね。生配信は？生配信ありますね。RIZINチャンネルで生配信。すげえ。それは見たい。1日しかできないからね。でそこでいろんなこう1日がかりのイベントをやりたいですね。全関係者全ファイターですね。ヌルヌル相撲ありですか？ありますね。マラソンある。ありますね。TBS ですね。バンドエイジ問題ある。ありますね。ゆで卵ですね。まあ1日しかないやったらそれでやってこうなんかコンテンツとしてね、世に出したいな。次終了となっております。はい。いかがでしたでしょうか？長かったですね。質問100はやっぱり前編後編に分かれるべき動画になっちゃいますね。というわけで、はい、100問質問、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。